4号艇伊藤誠司選手です。輸出おめでとうございます、はい、ありがとうございます。伊藤選手、今節はプロペラの回転で苦労されていたようですが。そうですね、ちょっと方向性が見えなかったんで、はい、はい、今日はでもバッチリ、準優の日は、自分の中でも一番いい足だったと思います、はい、どのあたりが。いや、バランスが取れたと思います、はい、明日はでは何か上積みを図る作業というのは考えていらっしゃいますか。やっぱりプロペラ中心で回転合わせていきたいです、はい、伊藤選手、準優勝戦コンマ03スタートでしたけれども、うん、あれは勘は10か0台入ったぐらいかなと思ってました、はいはい、明日は、スタートタイミングどのあたりを目標に。同じで、全速で10いけたらいいなと思ってます、はい、明日4号艇ということになりましたが、はい、どんな戦い方を。まあ、スタート行ってから考えるぐらいで、まあ、枠は主張したいと思います。はい、それでは最後にファンの方にメッセージをお願いします。とっておきのスタート行きますんで応援してください。